絵画骨董買取プロ秋華堂の田中でございます。さあこれこの表紙になっている小磯良平さんですね。こっちにもあの図録の中に載せてますけども、まああの僕はね小磯良平さんっていうのは、まあ、近代美術の中で一番デッサン上手い人だと僕は勝手に思ってます。人物像女性像が多いですけども、非常にあのスピード早くしっかりと把握して絵に落とし込むという技術ということで言ったらですね、この人に右に出る人はまあ20世紀以降一人も日本人としては出てないんじゃないかなと、まあ僕は思います。あの独特の手癖があってですね、割とこうまぶたがポコンと腫れぼったような女性を、まあ、この絵もそうですけどね、まあありますけど、今の作家さんは、写実の方みんなあの上手いし素敵ですけども、ただやっぱスピード感を持ってものを描くっていうことは誰もいないですね。やっぱりあの時間っていうのを感じさせない、まあ、塗り重ねてしっかりと造形していくっていう作家さんが 99% で、側室で一気にものの形を見せるっていう、やっぱ省略ってとメリハリをつけて、人物を描けるっていう人はいたら紹介してください。うちがぜひ扱います。いないと思います今ね。今どっちかというとイタリアとかスペインのリアリズムの方向に行ってると思いますけども、小磯さんのこの世界、このフランス留学しててですね、で今こういう絵を描くっていうのはある意味で言ったらですね、フランスにしてみたら、まあ、あるいはアメリカの美術室見たらちょっとまあなんていうんですかね、開古主義的な風に受け取られる絵かもしれませんけれども、まあ、日本独自の召喚の仕方ですね、小磯さんっていうのはやっぱり昔も大変人気あったし今でも評価がしっかりあります。ぜひですね小磯良平の絵を欲しい方、ご連絡いただければと思います。同時にお譲りいただけると大変助かります。あのもしお持ちの絵、油彩画でもデッサンでも構いません。欲しい方、持っている方いらっしゃいましたらご連絡いただければと思います。ということでありがとうございました。絵画骨董買取プロ秋華堂の田中でございました。ありがとうございました。